塩止め駅。塩止め駅は東京都港区東新橋一丁目にあった日本国有鉄道国鉄の駅、東海道本線の貨物支線、東海道貨物線上にあった。1872年10月14日、明治5年9月12日に日本最初の鉄道路線の起点として開業した新橋駅、初代がこの駅の始まりである。 リチャード・ブリジェンスの設計による木造石張り2階建ての西洋建ての駅舎があり、長らく東京のターミナル駅として機能していた。また1873年、明治6年9月には、東駅と横浜駅、初代、現在の桜木町駅との間で日本初の貨物列車の運行が開始された。1日1往復の運行で、イギリス製の有害車や無害車を使用していたという。 1896年9月1日に新橋駅横浜間に日本初の急行列車を運転。しかし、1914年大正3年12月20日に旅客ターミナル駅の機能が新設の東京駅に移り、旅客営業が廃止された。駅構内が広大だった当駅は貨物駅として再使用されることになり、 塩止め駅と解消し、同時に電車線の駅であったカラス森駅が新橋駅2代目と解消している。なお、駅名解消に反対した人もいた。また、歴史ある駅舎を利用して鉄道博物館を建設するという構想もあった。1923年、大正12年9月1日に発生した関東大震災により開業時からの駅舎は消失し、 しばらく後になった1934年、昭和9年3月に、鉄筋コンクリート2階建ての駅舎に建て替えられた。1959年、昭和34年に当駅梅田駅間で日本初の、コンテナ専用貨物列車、宝号が運転されるようになり、1964年、昭和39年には小荷物取扱いを開始した。東海道、山陽方面へ向かう。 貨物列車、荷物列車のターミナル駅として君臨し続けたが、荷物輸送が宅配便の登場で衰退し、貨物輸送はコンテナ列車中心に変化していき、駅敷地が狭く増加するコンテナの取り扱い量に対応できず、やがて鉄道による荷物輸送が1986年、昭和61年11月1日に廃止されると、東京貨物ターミナル駅、 1973年開業に機能を譲り、塩止め駅もその長い歴史に幕を閉じた。なお、当駅から、その東京貨物ターミナル駅までの区間には、同駅がある。大井ふ頭と当駅の頭文字を取った大塩線という、通称がある。また、駅構内から、芝浦駅、東京市場駅への線路が伸びていた。芝浦駅への線路は、駅構内の一番東側の部分から、 公内の線路で折り返す形態でつながっていた。東京市場駅へは、駅北東側で、コンテナホームやコンサイホームの間から、そのまま、築地市場への線路が伸びていた。変わったところでは、1985年、昭和60年に運行を開始した、カートレインは、東駅と鹿児島本線東小倉駅間で運行しており、1986年、 昭和61年の駅廃止直前まで、同列車の東京法始発、終着駅として利用され、その後恵比寿駅に、末期は、浜松町駅に変更、こちらから発着する団体専用列車も運転されたこともある。1987年、昭和62年4月1日にはここで、鉄道発祥の地であることから残った線路を使用して、蒸気機関車の基的で、 日本国有鉄道、国鉄の終焉と JR の発足を告げる国鉄分割民営化イベントを行われた。民営化後、旧汐留駅跡地は日本国有鉄道生産事業団へ移管され、国鉄の長期債務を返済するための売却対象地で最も注目された。また、その後の再開発では民活と呼ばれる民間資本の導入が検討され、 中曽根康弘内閣の行政改革政策の象徴ともなった。しかし、東京の都心部にある31ヘクタールに及ぶ土地売却はバブル景気による地下高騰がさらに加熱するという理由で、その実施は延期され、いわゆる塩漬け状態で空き地のまま放置された。しかも、結局はバブル崩壊による地下暴落後に、 安値での土地売却と買い叩かれる結果に終わり、日本国政府による長期債務返済計画は大きく狂った。実際の再開発工事は九百九十五年、平成七年から開始され、その際に、下記の旧新橋停車場跡などが発掘された。その後、二千二年、平成十四年以降には、同跡地に塩止めしをサイトとして、事業者用の超高層ビルが、 次々と進行した。同年には、ゆりかもめととえ大江戸線の汐止駅が開業し、汐止という駅名が引き継がれることになった。跡地は、1965年、昭和40年5月12日に、旧新橋横浜間鉄道創設起点跡として、国の史跡に指定され、1996年、平成8年12月10日に指定地域の一部解除、追加をし、 旧新橋停車場跡へ名称変更した。発掘調査の後、風化を防ぐために埋め戻され、2003年、平成15年にその上に開業当時の駅舎を再現した旧新橋停車場が建てられた同年4月10日会館。調査では、芋の工場跡やトイレ以降などを検出している。内部は、鉄道の歴史に関する鉄道歴史展示室、運営は、 東日本鉄道文化財団になっており、以前は、三国製造監修による、フランス料理店の、グランドカフェ新橋三国、運営は、JL 東日本フードビジネスもあったが閉店した。その後、中華料理店、インペリアルトレジャーを経て2018年現在は、銀座ライオンが出店。旧新橋停車場の裏手には、鉄道の起点であった、レイリ・マイル表が、 当時と全く同じ位置に再現されており、当時のレールが数メートルだけ付設されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。